って言ってもむちゃくちゃ強いんでほとんど死んじゃうんですけど、相手あの目つけられたやつ、プレイヤーこのアルマジロみたいなやつに目つけられたら、いやでもダメージが半端ないんですよね。なんか突進してくるんです、突進で、なんか体硬いんですよ、弾がなんか弾き返されるみたいな感じなんですけどね。なんかすごいやつなんですよ。でたまにね、ドリルじゃ壊せないやつはヘリが来てくれるんですけど、ヘリの時も左上の方にゲージが出てきます。なんですかね、このブースターってのは初めてですね。何なんだろう、画面がすごい。あ、これなんかアドレナリンみたいな、かっけーって見てる暇ね。あ、出てきましたね、スコーピオン。こいつなんですよ、厄介なの。マガジンか、悪くないですね、マガジン。結構ね、弾薬箱って意外と安いので、結構な安い値段で置けるので、バシ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 で置いて大丈夫です。バシバシ言うても、あれですけど。でこれ弾が AR の弾が400とか300とかになったとしても、マックスになっちゃった、弾薬箱出しちゃったってなってもストックされてるんですよね、その400が。もしこれが200で、今この現在ね、予備弾数でこれでマックスだとするじゃないですか。で弾薬箱を出してしたら70とかになるんですよ、金が、あ、金じゃなくて弾薬が。でその70とかって表示された時に、あ、来ましたね、これで置くじゃないですか。これ今置いたけど増えてないじゃないですか、指弾数が。で増えてないのは、この弾ね、ある程度使い切ったらまた増えますね、ストックされてるので弾が。でこれはヘリがぶっ壊したりしたら、こういうのがありますね、キャッシュ、こういうとこでお金が一気にゲットできます。まあ3000とかくらいですかね、4000とか3000とか、それぐらいですかね、手に入ると言っても。ここまでは結構楽勝なんですよ。あれあるじゃないですか、あそこの気持ち悪いやつ、あれあれあれはね、あれを破壊するってから、もうちょい先進んだとこからが結構きつくなってきますね。おっと、ちょっと変わったやつできましたね。さっきのおちびちゃんのエイリアンのやつのちょっとでかいバージョンがあったり、もっとでかいやつだったりね、なんかいろんな、あとなんか自爆してくるやついますね、自爆テロみたいな感じの、神風特攻隊のエイリアンバージョンみたいなやつらが出てきますね。そいつらね、意外とダメージが大きいんですよ、爆発してこのぐらいやつ結構食らうんですよね。で今回ね、こういうミニガンとか、あとはこの十字キー今ない入れてないんですけど、セントリーガンとかね置けたりします。自分でお金使いますけど、これ750使ってタレットを使うって、まあ300か400ぐらいですかね、弾使いの。でも結構強いですね、威力相変わらず、タレットのだけあって威力が強いです。この辺6000あれじゃないの、もうこの
もっとバンバン使えばいいのに。分かってないのかな。あれ。あの、システム。まだレベル低かったから。って言ってもみんなレベル低いですけど、まだ。マルチプレイとかね。クワット、クワット、なんかいろいろとね、モード新しいの出てるし、してるし、うん、CPU 相手にとかいろいろとあったし。痛い痛い、痛い痛い。痛い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 。いやマジっすか。お、この光ってるトーチですね。戦術マーカーみたいなやつは敵がね引き寄せてね何もしないんですよ。この間はなんかわかんないけど、マジただいま。炸裂弾。おお。炸裂弾ゲットしましたね。モノあさって。炸裂弾はそのまんまです。炸裂しますね。まんまです。意味は。まあ、強いです、炸裂弾。あ、ほら、炸裂弾の弾なくなったら通常の弾に戻るという感じで。まあ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 。初期のハンドガンね、でも、マグナム弱いですね、タクシーって。使った感じだとレベル、武器のレベル上げたら音がやばい。武器のレベル上げたらマグナムとかも9発とかかな、最高弾がなるんですけど、それでも弱いですね。まだね初期の P226 というハンドガンかな、ロシアのあれは結構中盤になっても使えました、ね、死んでるし、勝手に一人であんなどこに突っ込んでるからです。痛い痛い痛いです、痛いって。IMS、 あ、もうぶっ壊れてる。あ、でも弾がね、この人たちいっぱいさ金あんのにさ使ってないな。EO2 みたいな感じでね、金を貯めていっぱい持って自分で使うとかでのじゃダメですね今回。てか意味ないです、6000までしか貯まんないんで。この毒がね、スコーピオンの毒ですね。あー痛い。これがさっき言った通り中盤のなって、中盤じゃなくて
もっとなんだろう、もっと先進むとあんなのが10個20個飛んできて、みんな死ぬっていう大変なことになっちゃう。やばい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 ですね。体力の回復速度が痛い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 やばい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 。ブースターを使用した。お、ほんとだ。早い早い。回復むっちゃ早い。でも敵が見える。透けて見える。なんだ、オラクルみたいな感じになってる。マルチの。マルチのオラクルと全く同じだ。エイリアンの見え方が。あらららら ら, ら。まあまあまあ、こんな感じなんですよ、エイリアンは。フレンドとやった方が全然楽しいかもしれないですね。やっぱり、こういうサバイバル系は、フレンドとやるのが一番かもしれないです。というわけで、今度ね、フレンドとやってるのをね、撮ろうかな。うん。というわけで、ご視聴ありがとうございました。エイリアンモードでした。では、お疲れ様です。次回もお楽しみに。